レイヤーには色い々ろいろな種類があります。新しいカンバスを作成した時にできる背景をはじめとして、通常の透明なレイヤー、テキストを入力するレイヤー、図形などのベクトルオブジェクトを配置するシェイプレイヤーなどが代表的です。種類が多くて使いこなせないと思いがちですが、テキストを入力すれば、自動的に、 テキストレイヤーが作成されます。また、シェイプという図形を描くツールでこのように描くと自動的にシェイプレイヤーとして作成されますので私たちはその種類を知っておくだけでも十分編集がしやすくなります。ただ、背景は 通常のレイヤーとは違って、透明ではないということを知っておいてください。なぜ透明ではないかというと、背景は絵を描く時の画用紙やカンバスといったベースになる台紙だという概念です。画用紙や写真を消しゴムでこすっても透明にはなりませんね。背景も同じで、消しゴムツールでこすると、 このように白くなります。なぜなら現在の背景色が白だからです。試しに背景色を赤にして消しゴムツールでドラッグするとこのように背景色が浮き出てくるわけです。さて、この背景は 永久に背景のままというわけではありません。背景の右にあるロックアイコンをクリックすると、レイヤー0と名前が変わります。または、レイヤーの何もない部分をダブルクリックすると開くダイアログボックスで、OK をクリックすると、このようにレイヤーに変換することもできます。 レイヤーのロックが解除されたので透明なシートの上に写真が載っているという状態へと変換されました。ですから消しゴムツールでドラッグするとその部分が今度は透明になります。このように新しいカンバスを作成したときにできる背景や写真を開いた時の背景は 透明の情報を持っていません。ですから、背景を透過させたいという時には、今回の方法でレイヤーに変換しましょう。そうすることによって、より詳細な編集ができるようになります。